あ、こうやって普通の幸せを得たかったなって思いますよ、全然。そう、一番バズるのが、うん、お風呂屋さんで働く。今いる人たちはもう多分変えられないんですよ。だからもう世代交代するまで耐えてもらって。キングダムみたいなことしてんな。もう次の世代。やっていきまーす。意外とうまくでしょ。達観しちゃうんだね、なんか。なんでこうなっちゃったんだろうなと思うんですけど。明らかに向いてないよね、恋愛。向いてない、向いてない。じゃあ、都合のいい関係が一番いい。まず、おばあちゃん罰5で、母親は罰3なんで、向いてないですよね、もう。遺伝子的に。すげえ、もう血なんだね。血だなって思います。血物だね。うん、素晴らしいね。うん、私、でも、人と付き合ってるとき、一応、浮気はしないですよ。あ、偉い。誰かに好意を向けられてようが別の人とは寝るけど、うん、彼氏ってなったらすっごいなんかすっごい偉く聞こえるね。なんかこの今までの話を聞いててその浮気をしないって当たり前のことなのに、うん、すっごい偉く聞こえる。いやー、一応ね、まあ、まあまあまあ。一応ね、一応が気になるけどね。まあいつ別れてもいいなっていうスタンスではいるけど。なんか達観してるというか、捉え方によってはかっこいい恋愛観だから、俺としてはね、ちょっとかっこいいとも見えちゃうね。たどり着いたんだなって見える。男性でこれならすごくいいかもしれないですけど、女性でこれだと結構あの村八分にされるんで、女界隈から厳しさはありますけどね。ああ、そっか、そうだね。うん、あとなんかまあ友達、その高校とか中学とかで仲良かった友達みんな結婚して、もう子供いる子も何人もいるし、うわっとはなりますけど。結婚しないっていう思ってるのに結婚してる人を見るとメンタルいくんの？あ、こうやって普通の幸せを得たかったなって思いますよ、全然。普通になりたかったなって。そうなろうと思って別になったわけじゃないのに。親も親だし、なんだろうな、あれなんですよね。まあ、毒親家庭で育って、うん、限界の道を歩む以外に道がなかったから、うん、まあ、こうなるべくしてなったんですけど。はいはい。なかなか重たくなってきましたね。まあでも、その昔話で飯食えてるんで。そうね。その話でバズったしね。まあ、そうそう。まあアド。なるほど、なるほど。ね、そのさ、そもそもさ、そういうことをお話ししてる部位の方ってどんぐらいいんの？俺その界隈をさ、ほんと7点で初めて知って、で、話聞いていったらさ、はいはいはい、結構いんぞみたいな。何人ぐらいコラボした？大人のお店で働いてましたって言ってる方を見たことあるのは2、3人かなっていう。でもそんなもんなんだ。うん、感じですね。なんで VTuber をやろうと思ったんですか？私はなんか人に向いてるよって言われて。ああ、それはあるね。でここのオーディション受けなって言われて、まあ行くかみたいなノリで、まあ、やったことないし VTuber なんてやるかって。あそこの事務所以外に選択肢ないでしょ。他にああいう方向性の事務所あんのかよ。こういう話をしないっていう方向性もまあなきにしも、別にゲーム好きだし。いやでも一番の強さはやっぱりさ、まあまあ、毒を持ってることだと思うよ、やっぱり。まあ結果的に出してよかったなとは思いますけど、ね、最初事務所からも出すなと言われてましたよ、さすがに。え、今後の展開次第で考えましょうみたいな感じ。だって事務所の名前なんだっけ？今はセキララでもいいよっていう事務所なんですけど、もともとは、うん、そのピンクパンクプロっていうところでオーディションをしていて、うん、方向性があまりにも違いすぎて、別の事務所にしようってなってできた事務所なんで、ここの事務所のコンセプトにすごい合ってるなっていうのは、私がそうだからこうなったって感じで。へー、まあそうか。あなたのための事務所だった。じゃあ。みたいになっちゃったんですよね。なるほどね。私怖いってか分かんないんですよね。どうやったら伸びますかって後輩とかできた時に聞かれても分かんねえってしか言えないんですよ。なんかあれじゃない、仕事を全うにすればさ、面白い話が生まれる業界じゃん。長くその業界で生きてればさ、うん、面白いエピソードが永久に生まれるから。確かに。なんか他の人とは若干違うよね。なんか喋りがうまいとかさ、ゲームがうまいとかじゃなくてさ、うんうん、お風呂屋さんで働いてればエピソードが生まれて、それを求めてるから。そう、一番バズるのが、うん、お風呂屋さんで働く。でもどうやったら伸びますかって言われて、うん、風俗で働いてくださいとは言えないって。さすがに。さすがに。一応、あの、私倫理観はないけど道徳はあるんで。あ、そうなんだ。
はい。でもまあ、これが伸びるのも世も末だなとは思ってますけど、自分で。そうかな、別に。エッチな事情の話って別に俺悪いことじゃないと思うし。で、それに興味を持つっていうところでさ、うんうん、まあ、YouTube で一回調べてから行くっていうのもさ、どういうものか分かんないからみんな調べるわけじゃん。うんうん。変な客とかも減らせるんじゃない？その業界にとっての光になるんじゃない？爪は切ってきてよとかさ。はいはいはい。絶対に。はい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 。当たり前じゃないの？っていうのは逆にありましたね、私もやってて。え？みたいな。え？そんなことも知らずに通ってた？マジ？みたいな。業界にとっての光となり得る。だからもうみんな注目してると思うよ。うんうん、今、お風呂屋さんで働いてる女の子たちは、ななみさん、ありがとう。逆にっていうのもあれなんですけど、夜のお店が好きな人って VTuber とかを見る層じゃないんですよね、多分。まあ、確かにそう。今から新しく初めて行きますっていう人たちは、そういう知識を持っていけるかもしれないけど、今いる人たちはもう多分変えられないんですよ。だからもう、今いる人たちは一旦、世代交代するまで耐えてもらって、次世代の、まあ、今いるリスナーさんたち隠すしかないんで。そうね、そうね。今のちょっと若い世代が大人になった時、金銭的余裕が出た時ね、それが当たり前となってる世界を作るためにね。そう、あと半世紀必要っすね、だから。すごいな、マジで。キングダムみたいなことしてんな。もう次の世代、次の世代で争いがなくなるために。確かに。天下統一。いい世を作るために今、あなたは活動してるっていうね。半世紀過ぎた後に、私の銅像とか飾られにくい。なんか。マッチングアプリの、定番待ち合わせスポットになってるかもしれないから。ああ、ハチ公の横に作ってもらうしかないです。そう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 。あるからね。まあ、皆さんに託されましたと。今日、この話を聞いた。そうね。まあ、これ今聞いてくれてる人たちは、七点さんの存在を知ったんで、どんなところなのか、どんなことをしちゃあかんのかみたいな。うんうん。なんかわかると思うんで、よかったら見てくださいね。まあ、偏見も薄れてきてはいるとは思うので、今作。まあ、隠すのが悪いことではないけどさ、うんうん、なんか視聴者もちょっとエッチなこととか性のことがさ話したらタブーというかさ、うん、良くないことみたいな受け取り方をみんなしてるから、それがあんま好きじゃないんだね、うん、本当に まさに好きじゃないから俺は、うんうんうん、男こそがつけようって思うし、はいはい、俺はそれはそう。そうだね。まあ、聞きづらい、仲良ければ仲いいほど聞きづらいんで、こういうインターネットにいる人たちに聞いたり、そういう人たちから得た情報を。俺たちがこうやって話してたらさ、ね、一方通行だしね、うん、その友達と話すからだと勇気があるかもしれないけどさ、うん、俺たちになんか YouTube 見るとか勇気があるわけじゃないじゃん。うんうん。だからいいコンテンツだと思いますよ、俺は。その、なんてさんの事務所が今後反映すると思いますけどね。ありがとうございます。うん、今事務所の人数何人だっけ？今は2人ですね。もう少ないね。その周りみんな辞めてくるんですよね。どうしたらいいんだ。なんかそろそろ私がいじめてる説出てくるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてるんですけど。一番最初、本当に最初期の最初期、うん、9人いたんですけど。え？オーディションの段階で。うん、まあ、最終的に正式に所属することになったの4人なんですよ。うん、その4人から2人、うん、同時に辞めて、うん、でもう片方の相方だった子も辞めてみたいになって、な私がそうそう9人から1人になっちゃったんで、マジあいついじめてるだろみたいな。まあなんか VTuber の人たちって結構辞めちゃうってそもそも聞くじゃん。そのこういうそのアングラな配信をしてなくても VTuber 全体が、その中でもね、やっぱりお金の稼ぎ方を知ってる子たちが本当に VTuber やりたいっていう気持ちがないと続かなそうだよね、配信っていうもの自体が。思ったより伸びないとかになるとすぐやめたくなっちゃうのかなっていう気持ちは、まあダイレクトに数字で出ちゃうんで。あ、そうだね、そうだね。上がった下がったとか、あと周りの人と比べたりとか。はい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 。だから七点さんどうでもそうだもんね、なんか。そうですね、なんか常に数字に追われてる人生というか、常に何かに評価されるようなあれだったんで、性格が合ってるんじゃないかなって、うんうんうん、純粋に。いや、最近も俺その質問コーナーみたいなの YouTube とか配信でやってるんだけど、うんうんうん、そのお風呂屋さんのお仕事してる人結構いるんで、僕の視聴者にも、はい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 、興味がある人がいたら応募してみたらどうですか？ぜひ副業にどうぞ。いい職場ですよ。いい職場ですよ。私マジでいじめたりしないし、うん、まあ、忙しくて連絡返すのが遅くなったりっていうのは、まあ、もちろんあるんですけど、あ、これまずいですよ。これね、連絡が遅いのレベルが違うと思うけどね、多分。7点さん。
まあまあまあ見てないことがあったりするんで純粋に。あ、もう男をダメにする人の典型的な文句です。これは忙しいから私 LINE あんまり見ないからこういうことを言うね女性はね男を目開かさせるんですよ。なるほど。でもそれでも別に私もそういうとこあるしっていう方がいたらね。やばい客の悪口再開とか全然しましょう。おもろそうそれそれおもろそう。全然しましょう。逆に今じゃあちょっと今一人行ってみて。なんか、うわ、クルームんだよ。なんかちょっとそのマイルドに頼むぜ。マイルドに頼むぜ。まあ、よく言われるというか、よく聞く、あの、先っぽだけでいいからっていう都市伝説みたいな話あるじゃないですか。うんうん、あれ、実在しますよ。へぇ。あの文句で来る人います、います。あの文句で行けると思ってる人がいるの？います、います。実際にお店で会っている時も言われたことあるし、うん、マジ？あ、はいはい。連絡先交換することがあったりしたら、え、仕事終わったら飲みに来てよとか、家来てよって言われて、いやちょっと今日そのまま帰りますとか言って、まあその後に鬼のようにバーって LINE 来てて、その中にお願いお願い本当にお願いみたいな、今日だけでいいから次行ったら指名するからお願いって言った後に、なんかお願い先っぽだけでいいからちょっとだけでもなんかしようみたいな、何言ってんだこいつと思って。います、います、います。それはすごいね。ね、うん、熱心だね。成功体験をしたわけじゃ絶対ないからな。それでさ、え、うん、先っぽだけならいいかなってなる女の子はさ、いないじゃん。絶対に。エロ漫画読んだんじゃないですか？絶対思う。うん、てか、あの、世の中に蔓延してるテンプレが、いける方のテンプレだと思っちゃってるのかもね。うん、成功テンプレだと思ってるのかもね。そうかも。いるんだね。まあ、でも、めったにはいないですけど、まあ、今しますよっていう。なんかできないから、そういうテーブルゲーム開発できないから、クソキャテーブルゲーム。自分のテーブルだ。大富豪みたいなさ。デッキ作って。デッキを作って、これ。先っぽだけ OK なわけ。いや、私それより上持ってんだよね。デッキ作るか。おもろそうだけどな。なるほどね。そう。そういう話は盛り上がるだろうからね、絶対に。うん。ムカつく人って、とかっていうよりは気持ち悪いなっていう人、特殊性癖だなって思うことあるって思う。ああ、お願いされるんだ。そう、踏んづけてほしいとかそういうのはまあ当たり前にいてみたいな。はいはい、踏んづけてほしいわ、でもね。結構なんかライトな方っすね。ライトだね。本物はもうなんか、今日履いてきた靴で踏んづけてほしいとか、あの、あ、何を。うっ！マジ？うん。私本気でちゃんとそれやって血出たんですけど、相手の。うん。さすがに我に返って、あ、やべっ。ってなって、うん、帰るときに血が出ることってよくあるんですか、大丈夫ですかって聞いたら、いや君ぐらい本気でやってくれた人は初めて見たよ。気に入られちゃった。あのちょっとみんなちょっとなんか乗せるくらいにしてんだみたいな。私なんか本気でやってほしいって言われたから、本気でじゃあ入っちゃったんだ世界に。こっちもほなほなってなっちゃって、よしじゃあこっちもなりきっかっていう感じで、その靴の裏に血がついたまま私働いてる飲み屋行って、ね、で見てこれっつって店見せびらかしてたりして今日さおもろすぎたらエピソードがエピソード羨ましいずるいよ配信者として強すぎるよ